でも取りやすい、まあまあ、でも面白いじゃないですか、まあね、まあ、そういうのそんな感じのイメージがあるけど、うん、まあ、本当はさ、本当は現役の力士がさ一緒に残って渡してくれないけどさ、俺決まってるからさ、そんなことないです。皆さんこんにちは、高藤力です。こう土俵をね、こう日本全国にこう持っていこうとした時に、ただ相撲を持っていっても面白くないと。で、小学校からやっぱりこう相撲のね、こう基礎運動の楽しくできるようなダンスをちょっと作ってもらいたいと思ってね、今回こうずっと打診してて、で、まあ今日実際にお願いしたら OK 出たんですよ。で、この前ね、ちょうど貝の土俵を作りに行ったでしょ。で、まあ、ある程度こう作る形もできました、うん、ほんであとその音楽ができたら、うん、日本全国のこうやりたいっていう人にこう、うん、持っていこうと思ってるんですよね。今回はその音楽を聴かせてもらうと、はい、うん、どんな音楽になるのかすごい楽しみにしますけど、はい、期待に応えれず大したことなかったとか本当に上げすぎで、ちょっともうちょっと怖いです怖いですよ。いやいや、自分の中で、まあ、うん、あの自分が相撲を愛してこういう音でやっぱり体操をやってみたいなって、うん、やっぱりちょっと和の形も残しながらやりたいなと思って、うん、ちょっと聞きますもう聞きますやだな、もう帰れって言われたら嫌ですよ。なんか俺の雰囲気的にはさ、なんかさ、相撲好きだから、なんていうの、あの、こう、これなんていうの、じゃあもう、あ、じゃあそれですよ、それですよ、ダメなんですか、こんな音楽とかさ、それですよ、なんか和の、ダメなの、ちょっと、お前さんのイメージが、ちょっと待ってください、もうかけづらいですよ、表紙儀から始まりますもんダメなんですか、いや、ダメじゃない、一回聞いてみよう。そう、ちょ、でも、あの、言わせていただくと、やっぱり相撲体操でいきなり TikTok みたいな、はぁ、なんとかみたいな始まったら冷めますもん。冷めるか。冷めますよ。相撲が大好きな子たちがいっぱい集まって、いや、じゃなくて、相撲が、大して好きじゃない子を好きにするんだよ。いや、でもそこで TikTok の音楽持ってきたら、何の広がりもないですよ。そこは、あえて標識で、もう始まって、もう、あの、そういう笛が鳴ったりとかして、で、それ。ちょっと、俺も自分も、じいさんばあさんだな。いやいや、でも、私も、あえて変えることを絶対やりたくないんですよ。それは、これもさ、終わったら、またこれ、ちょっと調べて、ダメだよとか言うのと、これはいいっていうのと、これ調べて、ダメだって言ったらもう一回やりましょう。もう一回やりました。じゃあちょっと聞いて。はい、じゃあ行きます。じゃあ本当にマジで真剣に、あの、見てる視聴者の皆さん、ちょっと真剣にコメント出して、はい、見るから、はい、本当に。で、もういいって言ったら、ゴーサイン出す。悪いって言ったらもう一回ね。まだ歌も歌ってないですし、うん、メロディーラインもなんか、別の音なんかキーボードの音で入れてるだけなんで、はい、まあメロディーラインだけだと私は今ここで合わせながら歌うことができるんで、うん、じゃあちょっと聞いてみますか。はい、じゃあこんな形です。なんか水戸黄門のセーバーみたいなこれ四股あの取りやすいリズムにしました。ララ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 ラはいって感じです。なんかインドのヒンズー教の音楽みたいなそんなイメージもあるんだよね。そんなことない。こうなんかこんなってね。こんな感じ。まあいいと思うよ。こういう感じです。あ、止めます。はい、こういう感じです。
こういう感じですよ。リズム取りやすい。でも面白いじゃないですか。まあそういうのも。そんな感じのイメージがあるけど、まあとりあえずちょっと俺も今その音楽に合わせたちょっと運動ちょっと考えましょう。わかりました。高取さんはどう思いました？何が？今の。いや最初はなんかあの東みたいなそんなイメージがあったけど、そういうイメージじゃないから別にこれぐらいの音楽だったら。これぐらいって失礼だよね。失礼だよね。それ失礼だよね。いやいや、結構エレクトロにしてるじゃん。そうそうそう。結構子供がこう楽しく音楽入りやすいようなイメージありましたよね。ありましたよね。あ、よかったです。いや、よかった。これぐらいでとか。これぐらいで。先生捕まえてさ、はい、まあ、これぐらいです。一生懸命やってくれて、一生懸命さ、こう相撲愛をこうぶつけてくれてんだから、これものすごいイメージあると思うよ。そうですね。もう本当にイメージの中で子どもたちがもう本当楽しそうにこう思考を踏んでいるイメージで作ってみたんで、うん、はい、すごい残りやすい方がいいかなと思います。なんかその音楽とその土俵とで土俵のだからその運動も一緒に入れて、ミュージックビデオとその相撲の体操を全部ひっくるめて、うん、これでこうセットでこう送ると、うん、これ歌詞はつくってことですか？歌詞がだからその体操の歌詞にするのか全く違うものに合わせて動くのかによってもまた変わってきますね。まあだから音楽を流して、はい、右足を出してなんとか、まあ、どうなのかな、これそれ本当に子供に笑われるよね。そんなもう昭和50歳とかさ60歳の考えのおっさんの考えだとさ俺はもうそれが一番だからネックなんだよ、これが。俺はもうセンスもうかけられないもん、正直。親方はでもどういう風にしたいとかあるんですか？だからそれはみんなにこう楽しんでもらえて、なおかつこうトレーニングをして、だから体を鍛えてもらって、なんでまあ好きになってもらう、もう好きになってもらうのが一番だって。もう毎回同じ音楽ずっと来てたら、それはもう口すさんでくようになるのよ。それでまあ20、30、40になった時に心のもう頭の片隅にちょっと残ってるような、そういう音楽であってほしいなと。そしたら TikTok、高通りさんが言ってた TikTok とか今時の音楽は絶対残らないんで、やっぱこういう音楽がいいと思います。いいの、はい、いいね。だって20年後30年後残るものって今流行りの音楽は絶対ダメですから、うん、年代近いね。近いですよ。でも20年のイメージで考えたけど、そう甘くないよね。そうですよ、やっぱりね。え、じゃあこの後はどうするんですか？曲は曲でまあもうちょっと進めつつ、うん、親方はダンス考えるって考えますよ、それは。で、その、うん、高取さん の, あ の, その体操に合わせて歌詞をあの作っていくっていう形にするといいですね。あと、もう俺の友達も総動員するしかないじゃん。わ、すごい力士の人たち。いや、力士はダメ、力士じゃないから。運動生理学の先生とか、ね、そういうのをこう呼んで、どういうふうなトレーニングをしていって、どういうふうに科学的にこう、体が鍛えられるかっていうのも併用して、入れて。あ、でも思ったんですけど、やっぱ踊ってるその形はその高取さんが真ん中にいて、そうなんか辞めたあの引退された力士の人たちが連なるとすっごいすっごいいいですよ。夢がありますよね。土俵で撮りたいですね、そのミュージックで。そう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 。イメージはなんだこのおっさん連中は。いや全然いいんですよ。いや本当はさ、本当は現役の力士がさ一緒に踊って渡してくれないけどさ。俺嫌われてるからさ。そんなことないですよ。どうしようもないよ、ね、な。若い力士の方たちが、私メールいただきましたよ。たくさん見てます、ね。いやいや、だから、まあ、それはまたあの、じゃあもう一回じゃあ。わかりました。ちょっといろいろね情報がたくさんあるんで、まあ、もう一回出てくる。わかりました。これはこれで終わろう。はい、わかりました。ね、で今日はありがとうございました。ありがとうございました。今年はもういつ終わるか分かんないけど、行き着くとこまで行こう。はい、頑張りましょう。琴美ちゃんにね、だから連絡したら、もう言いたことあったら出ろ、うん、1億持ってこいって、まあ、ふざけんなこの野郎とか言って、
根性がないからお前に預けてんだろこの野郎みたいな。八角親方、小黒親方の体制にちょうど移行するとき、彼は亡くなったんですけども。